サンドゥー・エムサンドゥー・エムとは、サンドゥー社が開発し1995年に発表したマルチメディア端末、家庭用ゲーム機である。後に、パナソニック、開発当時、松下元気産業が権利を買収し、パニソニックムニとなった。家庭用端末としては、発売が断念され、1998年に業務用端末として展開されたほか、組み込み向け基盤や、 アーケードゲーム基盤として展開された。サンドゥー M2 はサンドゥー社によって、サンドゥー、インタラクティブマルチプレイヤーの拡張機器として1994年より、開発がスタートした。開発コードネームはサンドゥー2、あるいはブルドック、あるいはマーク2アクセラレータ、あるいは M2 アクセラレータとも呼ばれ、最終的に M2 が正式名称となった。3DO に、 M にアクセラレーターを取り付けることによって、64ビットゲーム機にアップグレードされる予定だった。最終的にはサンデューの上位後換気として1995年1月に発表された。1995年度の E3 では、m 2用として開発中のレーシングゲーム、イムスサレーシングなどのデモンストレーションがトリップ禁止によって行われた。 1996年末頃までの発売が予定されていた。1995年末、M2 の権利はサンドゥ端末の権利とともに、松下電機産業に10億円とも100億円とも、言われる巨額の金額で買収され、パナソニック M2 となった。1996年には、M2 のハードやソフトの開発などを担当する松下、電機産業のゲーム部門として、 パナソニック・アンダーテインメント社が設立され、M2 の最終的なスペックが確定された。M2 の性能は、セガモデル3基板とほぼ同等、すなわち当時最も高性能な競合機であった、ニンテンド64の約10倍の性能であると松下は主張していた。しかし後の E の検事の証言によると、それは古代広告であった。CPU はサンドゥの ARM6 からパワー p c 6 0に。 に変更されており、サンデュー端末との互換性はないが、既存の 3D をユーザー向けにも何らかのアップグレード施策を取ること約束された。ソフトウェアとしてはワーアップが D の食卓にを開発中であることと、コナミ及びカプコンがアーケード基盤として M2 のアーキテクチャを採用したことが公表された。パナソニックワンダーテインメントは M2 の発売時期について明言しなかったが、 1997年の4月から6月かけてと予想されていた。1997年には、松下とゴールドスタル、現、LG 電子から M2 端末のプロトタイプも発表されたが、サンデューの売り上げ不振と競合機の爆発的普及に伴い、1997年6月、松下電気産業は、家庭用端末としての M2 の発売を断念することを発表。 1997年7月3日、M2 の開発も断念することが発表された。結局、M2 用ゲームとしてタイトルが公表された唯一の作品となった D の食卓には M2 の販売延期及び販売戦略の見直しに伴って何度も作り直しをするはめになった挙句。1999年に D2 としてドリームキャストでの発売となった。 松下に逃げ湯を飲まされつつも、ようやく D2 の発売にこぎつけたワープの E のケンジは、1998年にアメリカのゲーム雑誌ネクストジェネレーショ i 誌のインタビューで、その喜びを語り、ドリームキャストは M2 の3から4倍の性能がある。M2 はニ i テンド n 64の2から3倍の性能があったが、それ以上のものではなかった。 それでも1996年から1997年にかけての時点では未だ高性能なマシンだったがと証言した。1997年から1998年にかけて公約通りにコナミのアーケードゲーム基板タランチュラとして採用されたが CD r o m ドライブの採用によるアーケードゲームとしては致命的なロード感の長さなどから評価が低く5本で 採用されたに止まる。コンシューマーゲーム機としては、ソフトハードともに発売されなかったが、ビスハウスやキオスク端末などの業務用機器として販売されたハードが市場に存在しており、また対応ソフトとしては、レーシングゲーム、イムッサレーシングのベータ版が2010年に流出したため、一応ゲーム機として利用可能になった。M2 は1998年に、 松下電気産業の業務用機器として市場に投入された。業務用機器としての M2 の展開は当時、松下電気産業のテレビ事業を担当していた ABC ネットワークス社のインタラクティブメディア事業部が中心となって行われた。単体の端末としては主に医療、建築、店舗の反則などの分野で供給された。建築用としては松下電気産業の開発した。 建築プレゼンテーション用ソフト、ビスハウスの専用ハードとして供されたことが特筆される。組み込み用としては、キオスク端末や IA、インターネットアプライアンス端末などの機器に採用されたほか、ATM や自動販売機の組み込み用としても利用され、ゲーム機や IA 端末向けアプリの製作で知られ、北米版セガサターン用モデもネットリンクや北米版、 ドリームキャスト用ブラウザなども作ったプラナタウェブ社が M に対応アプリを作っていた。M に端末としては FZ-21S と FZ-35S ともに1998年発売の日記種が存在するほか、キオスク端末に組み込まれた FZ-55 の型番を持つ基板も確認されている。 ABC 社のインタラクティブメディア事業部は2002年1月に IT プロダクト事業部に統合されて消滅した。しかし松下のカナダドル事業を担当するビスハウスプロジェクトは社内ベンチャーとし2007年まで続けられた。業務用ゲーム基盤に対応したソフトは後日、パナソニックワンダーテインメント社とは1996年4月1日に設立された。 松下電気産業の子会社である。松下電気産業のゲーム部門として、三流社より引き継いで、M2 のハードウェア会を行い、またゲームソフトの開発も行った。松下電気産業は1993年より、ゲーム機としてではなく、情報家電として三流端末を展開していたが、3年目に、して、初めて設立されたゲーム部門である。 しかし1997年6月、サンデューの販売不振や、競合機の爆発的普及などの理由から、ゲーム機としての M2 の発売を断念することを発表。パナソニック・ワンダーテインメントは、M2 のローンチに向けて、相当数のタイトルを開発中であるとされていたが、結局それらは公表されなかった。その後は、他社ハード向けソフトメーカーとして、ドリームキャストや、 ワンダースワン向けのゲームソフトなどを開発していたが、1999年3月、松下電気産業はゲーム部門からの撤退を発表。同社が開発中であった、ウェブミステリー予チムを見、ルネコ、ドリームキャストと、ク楽王、ンゴ、WS、ワンダースワンは、他社に引き継がれて発売されることとなった。松下電気産業のゲーム部門は、 結局一つのハードもソフトも発売せずに終了した。ビスハウス、ビズハウスとは、松下電気産業が2000年に発売した、建築プレゼンテーション用システム。パソコンを使わなくても、ゲーム機のような画像処理装置内蔵の専用、ハードウェアを使って、画面の指示に従って、マウスをクリックすることで、簡単に建物の間取り図と三次元モデルを作ることができる。また、 付属の専用コントローラーで建物内部をウォークスルーしたりプレゼンテーションなどもできることを謳っていた。主に建主とのプラン検討の初期段階での利用が想定されていた。要するに、ビズハウスとは M2 本体とセットという形で販売された市場に出た事実上唯一の M2 用ソフトである。M2 本体とのセットでの価格は29万8千円。 現実には、松下グループの住宅事業部である、ナショナル住宅産業、パナホームの住宅展示場で、顧客にモデルハウスの説明をするための、キオスク端末として使われていた。自社グループ内で、ハードウェアソフトウェアの開発のみならず、住宅展示場の経営まで行っている、パナソニックだからこそできた展開である。1998年11月発表、上記に加えて、 DVD ドライブや RS232C ポートが搭載されているなど、インターネット対応の業務用、キオスク端末向けとしての性格を明確にしている。M2 基板には下記を備える、インターフェース基板が接続される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。